え、何がパ・リーグに言わせると、はいはい、戦いから逃げてます。ああ、なるほどなるほど。楽な方、楽な方。日テレプラス麻雀リーグプレゼンツヤングマスターズへの道、イエーイ。来ましたね。さあ、CS 日テレプラスでお届けしている麻雀番組、堅守速攻のセイラーズリーグ、豪太一戦のパイレーツリーグ、2つに分かれてしのぎを削るリーグ戦がヤングマスターズペナントレースですが、今回はそのスピンオフ企画、対局プロにその極意を教えてもらおうというのがこのヤングマスターズへの道でございます。今回教えていただく講師はパ・リーグ代表、井出晃平プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。決まってますね。朝から。まあ、前回まではちょっとハイをね、聞いてます僕の話。聞いてますよ。聞いてますよ。ハイをね、いろいろ使って教えていただいたんですけども、もう信者増えまして。あ、増えました。ええ、井出プロすごいと。もう井出教の信者増えました。あ、そうですか。白鳥教にはなってないですか。ないでしょう。ない、やっぱりパ・リーグのが上ですか。あのね、皆さん言われましたよ、はい、涼しい顔で切るように、はいはい、精進しますってこう言ってます。言われますよ。ああ、そうなんですか、うん、やっぱ顔大事ですか。いや、あのそこに全てが詰まってると言っても過言じゃないんで、はい、もう今回はなんか VTR をらしいですね。らしいですね。はいはい。セ・リーグの1回戦、はいはいはい、トン2局、うん、もう今やね、飛ぶ鳥を落とす勢いの魚谷プロの一打に注目です。はい、このようにですね、はいはい、今ちょうど魚谷プロが風浪をしてて、そもそも本一とのイーシャンテンなんですね。はいはいはい。で、まあ、シャーチャー、うんね、あの、はい、変則的に打ってない限りはやっぱり当たらないですよね。さあ、ここでテンパイをして、スーピーは自分で切ってるんで、ピザワプロがリーチ。さあ、リーチ、はい、このカンビどうなんですか。今いるんですか。ニヤマで、萩原プロはチートイツテンパイ、テンパイと。で、大谷プロはイーシャンテのまんまと。はいはいはい。で、まあ、この9万、はい、持ってきて、はい、悩みましたね今。うん、で降りましたと、はい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 、ここです、ここです。カッツこれ勝つ、これ勝つ。え、何が、はい、これね、滝沢プロの捨て牌もう一回見たいですね。ドラパーマンで結構7巡目に早くリリースしてるんですよ。はいはいはい。でその後の赤ウーマンも切ってて、うん、最終手出しが1枚切っている、切っているスーピン、はいはい、スーピンをもう一度切ってリーチと来たわけなんですよ、はい、うんうん。これ一応パーソーもね、まあ多分 90% ぐらいは通るんじゃないかなと。まあまあ急走2枚切ってるし、はい、まあ、カンパソー薄いんじゃないかと。そうです。はいはいはい。で、まあチート率も 98% ぐらいないですよ、もう、うん、チート率がもう、まあスピンをずっと引っ張ってたから、引っ張ってるしドラも速いし、うんうん、なるほどなるほど、ないんですよ。はいはいはい。で、魚谷さんの手配、まあ一発9万のが危険度は高いっちゃ高いですよね。どっちかっていうとね、うんうんうん、これパーソーの方がもう急走が4枚切れてるんで、パーソンが限りなく通りそうなんですよ。はいはいはい。で、まあ、一発裏ドラのあるルールなんで、うんうん、これパーソーか9万いって粘りたいんですよね、うんうんうん、本来はね。はい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 。でも彼女はペイいってもう勝負やめたと。やめましたね。はい。これだからパ・リーグに言わせると、はいはい、戦いから逃げてます。ああ、なるほどなるほど。もう楽な方、楽な方言ってますよ。まあ、確かにペイは楽っちゃ楽ですね。楽です。あ、っていうかこれペイ1枚切れですよね、はい、ペイ1枚切れかな。 これ、はい、ペイ1枚切れで言ったら、はい、パーソーとペイの危険度変わらないですからね、もう。ああ、なるほどなるほど。だからこれパーソーとペイの危険度変わらないんだったら、はい、シャンテン維持した方が良くないですかっていう。あ、これペイもね、短期だから、パーソーも短期でしかほとんど当たらないじゃないですか。まあまあそうですね。で、まあ、シャンポンありますよね。ありますけど、うん、シャンポンがあるとしたら滝沢さん本当ズブの素人みたいな気にしてるんで。なるほど。なじゃないと、やっぱ滝沢プロはズブの、うん、素人じゃないから、うん、パスはない。これパーソロンツはもうズブの素人ですよ。そうなんですかこれ。ええ、あ、なるほどなるほど。だからそういうことを考えると、はいはいはい、魚谷はこれは、はいはい、楽しすぎですね。ああ、なるほどなるほど。パ・リーグだったらもうほぼパーソーか9走、あ、9万、もうパ・リーグはほぼいってます。8割9万、あ、2割パーソー、はい、うん、なるほどじゃないですか。ペイっていうのはもういないパ・リーグ。実際これだってペイ来たと白食えてますからね。なるほど。結果が、まあ、押したら白出るかどうか分かんないですけど。ああ、なるほどなるほど。白は現物になってね、ほら白1枚、はいはいはい、あの夏目さんから打たれてるんでね、はいはいはい、テンパイ入ってスッチ、そのめくり合いどうなったかっていうところありますよね。っていうところじゃないですか今回は。あ、
これでほらこれでこうなっちゃう。白ポンしてたらこの赤梅つまらないんですよ。しかもうらうら、勝つ。これは確かにこの一戦見て、うん、今回デプロに教わるとやっぱパリーグのがうまいですね。でしょ、うん、そう同じこと向こうでも言ってない？何をですか？大丈夫ですか？言ってないですよ。もう疑心暗鬼になっちゃう。俺はもう、もう、いで信者ですか？ですよね。はいはい、はい。ですよね。それで行かせていただきました。